トはぁーっまずはこれが普通のレールパワードレールがついてないから一番遅いはぁー快適そしてこれがさっきよりも速いパワードレールを使ったレールんふんふんふんうん <laughs>、うん、さっきよりも早い続いては裏技を使ってレールの敷き方を説明するまずは1マス開けてパワードレールを設置していく次に通常のレールが曲線になるようにパワードレールにつなげていくあとは側面にレッドストーンを設置したらトロッコと村人さんを出していってこーいはぁー 早い、早い、早い、早いんだけど今のでも十分早いけど、これよりも早いやり方が存在する。まずはパワードレールを設置し、このように円形になるようにレールをつなげていき、この形をずーっと伸ばしていく。そうしたらあとは村別さんをトロッコに乗せて、レッツゴーああ早い早いめっちゃ早いはっはっ苦しいんですけど。